そうですね。まあ、あとは大分での思い出ですけど、まあ、今でこそなんかこうみんなから高木はすごいみたいな感じで言ってもらえますけど、なんか吉さんとかと話してて、僕が来た1年目なんてもう吉さんにずっと怒られてて、なんかしっかりしろっていう話をずっとしょっちゅう吉さんに会議室とか呼び出されて、ふわふわすんなとか、こう一喜一憂するなとか、ポスト置けるなとか結構言われて、僕が熱を出して休んだ時にちょうどトレーナーから連絡が来て、「今体調どう？熱何度ある？」って言われた時に、なぜか家に体温計がなくて、それは多分ちっちゃかった娘かなんかがどっかに遊んでなんかなくしちゃったと思うんですけど、ちょうどその電話が、トレーナーから電話が来て、測れてなくて、熱を。ちょっと体温計今ないんで、僕もダウンしてるんで、奥さんにちょっとコンビニに買いに行かせますっていう話をして、その時うちの妻は2人目の妊娠中で、ヨシさんはそれに激怒して、妊娠中の奥さんに買いに行かせるなんて何してんだってめちゃくちゃ怒られて、それがすごい一番ヨシさんに怒られた思い出で、でも「いや娘が体温計なくしたんですよ」とも言えないし、お前プロとしてどうなっとんじゃっていうの言われて、すみませんしか言えなくて、本当に結構1年目は全然なんか試合にも4試合ぐらいしか出れなかったしなんですけど、まあそんな吉さんに怒られ続け、振る舞いとかそういうものを常日頃言われ、叩き込まれ、試合出てる時はいいけど、そのもしスタメンから外れた時とか、サブからメンバー外になった時とかいうのが、その時の振る舞いとか行動が一番見られてるぞっていうのはすごく言われて。そういう一番辛い時こそしっかりやらなきゃいけないっていうのは吉さんに常に言われてて、それが最初からできたわけではなくて、トリニータでそういう経験をしたりしてきて、ちょっとずつそういうものができるようになって、でなんかそういう本当の意味みたいなのをなんか見つけることができて、だからこそ自分が出れてない時とか怪我してる時とかでもチームのことを考えて、まあ、発言したりチームを盛り上げたりっていうことができるようになったんだなっていうのは思ってます。それと僕の中ではやっぱり周行さんっていう先輩がいたっていうのは大きくて、まあ、この移籍が決まった時も周さんから連絡来て、おめでとうっていう声をかけてもらって、お前が大分に残したものは必ずあるからっていう LINE を送ってくれて、でここまで来れたのは周さんのおかげですっていうのは周さんに伝えて、周さんは「お前がいつもいろんなところでそうやって言ってくれるから俺も頑張れるよ」っていう話をしてくれて、周さんみたいなすごいしっかり取り組む人の背中を見て育ったからこそ、僕がそういう
こういう風になれたと思うし、実際に周さんがいなくなってから自分が周さんのように背中で後輩たちに見せなきゃいけないっていう思いで常にここまでやってきて、まあ、そういう姿は、まあ、見せれたんじゃないかなとは思ってます。なので、まあ、自分としては、まあ、大分でやれることはしっかりやったかなっていうふうには思っていて、もちろん J1 昇格っていうのは今は達成できないまま抜けることにはなりますけど、僕のこういう姿とか思いを今いる選手たちが見ていたもの、感じたものを持って、熱い気持ちを持ってたくさん声を出してやってくれるんじゃないかなって思ってます。なので本当に今日ここに来てくれたサポーターの皆さんが、トリニータを本当に選手を支えてもらって、絶対に厳しい声をかける時も必要だし、それでもどこまでも優しいっていうのがトリニータのサポーターの良さだと思うし、なかなかあれだけ優しくなれるサポーターっていうのはいろんなチーム探してもなかなかないもんなので、このなんかあったかさみたいなものは、大事にしてってほしいなって思います。それと僕はよくゴール裏の、サポーターの代表の人たちと話すこととかもあって、実際に山口戦の後もサポーターの代表の人たちと話して、で中にはやっぱりゴール裏のサポーターの人たちが結構きつい言葉とか選手に対してリスペクトに欠けてるって思うような言葉をかけてる時に、なんだよあいつらって思う人もいるかとは思うんですけど、それは勝負の世界だと当たり前だと思ってて、選手たちももちろんムカつく言葉言われたらムカつくし、でも負けた試合の後なんかはそれは当たり前だし、それに対してクソやってやるっていう思いを持たなきゃプロ失格だと思うし、そのサポーターたちも人生かけて僕たちのことを応援してくれてるので、そこで、熱くなるのも当然だし、そういうのを全部ひっくるめてサポーターも選手も仲間で一緒に戦ってる仲間ってすごく思ってるので、このサポーターの代表とかそのゴール裏の真ん中にいる人たちもこういろいろ考えながらやってるんだなっていうのは僕も思ったし、こういろんな場所でサポーターとして僕たちをサポートしてくれる人がいる中で、その辺もこうなんか支え合ってほしいなってすごく思います。本当にやっぱり勝ってる時って自然と試合会場というかドームとか試合会場が一つに勝手に一つになれるんですけど、やっぱり勝てない時とか流れが悪い時っていうのはこういろんなところで別れがちというか分裂しがちというか孤立したりとかそういうものがあるので、そういう時にいかに一つになれるかとか、周りを自分とこの他の人たちをいかに受け入れるかっていうのもすごく大事なことだと思うので、それはチームの中でもそうだし、サポーターの中でもそうだし、サポーターと
チーム、選手その中でもそうだと思うので、これを聞いて、僕の話を聞いて、そういえば高木があんなこと言ってたなぐらいに、まあ、思ってください。なんか、まあ、言いたいことは、伝えました。いつも僕は話が長くなるんで、チームでのミーティングで、選手ミーティングとかで話すときも、こうやってやっぱすごく話長くなっちゃうんで、まあなんか、でも僕はこうやって話すとすごく満足して、で、まあ、選手にも結構いつもこういう話とかはしてて、選手ミーティングとかで。まだまだこう、いろんなことに気づかなきゃいけない若手とか、中堅とかもいっぱいいるし、もっともっと声を張り上げて、バカみたいにチームを盛り上げなきゃいけない、ベテランとか、まあ、中堅ぐらいの選手もいるし、まだまだ課題はたくさんありますけど、まあ、この間の試合みたいに本当にチーム一体となって勢い出していければ、この先勝ち続けてJ1 行けると思います。そして J1 に行って来年 J1 で僕は待ってるんで、ぜひ、戦いたいなと。でもレゾドに帰ってきてめちゃくちゃ僕が活躍して勝ちます。まあ、これ以上喋っちゃうともうあともう30分ぐらい喋っちゃいそうなんで、まあ本当に、まあ、6年半、本当に支えてくれて、ありがとうございました。